水雲。水雲、水雲、学名、は、接触動物も雲つな雲目に属する雲の一種。世界で唯一水中生活をする雲である。水際で生活する雲や、時々水中で活動する雲は、珍しくないが、水中生活と言ってよいのは、この種だけである。一か一族一種で、水雲一種で、水雲か。 水雲族を構成するとされるが、ナミハグモか、サイビリーに分類されることもある。水雲は、1センチメートル程度の大きさの黒っぽい、大色の雲である。全身が毛深いことを除けば、外見上は近縁の棚雲かのものと、ほとんど変わらない。体長は死ゆとも8から15ミリメートル、東京部は、赤褐色、腹部は、灰色から黒褐色、特に反問はない。 ふわしも、褐色から黒褐色。背校前方に二列八個の目が並ぶ。頭胸部は、卵形。腹部は、楕円形。古いイボもマイボもない。形態的には、水中生活にふさわしいような特徴があまりない。ただ、第三、第四脚の桃切内側に長い毛を密生する。これは、水中活動する際に空気を抱える部位にあたる。また、気管機門が、 一般の雲では、腹部覆面後方の糸イボ近くにあるのに対して、水雲ではほぼ中央にあり、空気を抱える後方付脚感に近いのも、水中生活への適応ともとれる。日本固有亜種、エーエアポニカが記録されているが、これについてはまだ確定的ではなく、変異の範囲とも見られている。水中を泳ぐ時には、体の表面を覆うほのげの間に、 空気の層ができるので、銀色に光って見える。水中では水草をたどって歩き、また足をかいて泳ぐことができる。横エビなどの小型の甲殻類や水生昆虫といった水中の小動物を捕らえて餌とする。また、水中に巣を作る。巣は糸を重ねてできた膜によるドームで、ここに空気を蓄え、その中で休息する。空気は水面に出て、 後ろ足の間と腹部のほの毛の間に通常より熱い空気の層を抱えるように手潜り、巣内に放すことを繰り返して集める。餌はこの巣に持ち帰って食べる。卵納もこの巣の中に作る。妖精は不化後はそのまま水中に出て、巣を作って水中生活を始め、バルーニングは行わない。ただし水中生活への適応は、 例えば昆虫のゲンゴロウのような完全なものではなく、時折陸上に出て、体を乾かさなければならない。水槽内で飼育するとき、水草などが入っていても、水面から出ていられる場所を作らないと、次第に体の表面に空気を維持できなくなり、水底に沈んでしまう。この段階で取り出し、体を乾かしてやれば回復するが、放っておくと溺死する。 ヨーロッパから日本を含むアジアまで旧北区に広く分布する。蒸気のようにこの種はバルーニングを行わないため、この広い分布がどのように実現されたのかは興味深いところである。日本では1930年に京都市のミドロガで吉沢里志文、当時中学3年が初めて水雲を発見、採集した。彼はタヌキを観察中に これを発見し、子供の科学史で見た水雲を思い出して出たところ、どうやらそれらしいと判断。ところが、周囲の誰に聞いても、日本に水雲はいないと言われたという。しかし、博物家担当教諭であった、秋山連さん、清水初太郎が実物を見た上で、岸田久義に連絡。岸田は、京都に出向いて、これを観察、ヨーロッパの水雲と同じ種であると確認。 新聞史上をにぎわすまでのニュースとなった。が、それから数十年の間、2回目が1941年の北海道を発見し、3回目が1977年に、また、京都と極めて稀に報告されるだけであった。この後全国で発見例が増え、北海道から九州まで分布することが判明した。北海道道東地方では確実な観察例が、 多いが、継続的な生息を確認できないところが多い。本州以南では、絶滅が危惧されている。綺麗な湿原や池の浅くて水草が多いところで、なおかつ大型魚のいない場所でなければ生存できないなど、生息条件が厳しい。環境省のレッドデータでは、絶滅危惧通類に指定されている。青い鳥の作家として知られるモーリスメーテルリンクは、 子供の頃に出会った水雲をテーマに、エル、アレにレベル、ガラス雲という作品を残している。それによると、メーテルリンクが生まれ育った、ベルギーの河口都市ヘントの郊外の沼地などには、水雲が生息していて、祖父は銀色の雲たちと呼んでいたという。日本で水雲が観察されることは、北海道道東地方を除くとかなり少ないが、 それ以外の各地で水雲を見たとの観察団は珍しくない。それらは大抵の場合違う雲と見誤ったものが多く含まれると考えられる。よく間違えられるのは岸田雲かに属する走り雲の仲間である。洋色走り雲、筋太走り雲などである場合が多い。いずれも大柄でたくましい体格の雲で地上や草の上を歩き回って昆虫などを捕食する。 また走るのが速く、運動性に富む。蒸気の二種は特に池や水田の周辺に生息し、よく水面にアメンボのように浮かび、走り回ることがある。何かに驚くと水中に飛び込み、水底に潜る。水中では、体表に空気の層ができて銀色に見えるのも、水雲と同じである。また、青黒走り雲は、渓流の周辺に生活し、 やはり水中に潜ることがある。これらの蜘蛛は水面や水中を行動できるだけでなく、時には水生動物を捕らえることがある。水田のオタマジャクシを捕らえた例や、金魚の養殖槽へ金魚の稚魚を捕らえに入ったりすることが知れている。また、水面を足で叩き、小魚を誘って捕らえるとの観察がある。他に、コモリグモ類も水辺に生息する種が多く、 水面に走り出る場合がある。それ以外にも、アメンボの別名として、水雲を使う場合、海雲を誤って、水雲と呼ぶこともあるようである。また、水雲といえば、忍者が水面を渡るのに用いたという器具の名でもある。松谷美代子の現代民話講などで、水雲と呼ばれる会議が報告されている。カッパの仕業とも言われるが定かでない。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。